どうも皆さん、おはこんばんにちは、イノジェンです。イノジェンのバイオハザードリベレーションズ2、続きをプレイしていきたいと思います。さあ、バリーついてくるんだ、ちゃんと。ここにレンガがあるぞ。ここから降りれる。よし。あ、私の前を降りるんじゃない。ここにもレンガがあるけど、そうか。レンガめちゃくちゃあるね。戦いということか、これは。戻れる。あ、戻れるか。こっち行こう。お、なんかいるぞ。近づいてきてる。やばいやばいやばい。もう一個のレンガを使おう。近づいてきてる。お、近づいてきてる。お、おお、倒したぞ。2発でいけるな。あれか、落とした。お、ここにボックスがあるではないか。よし。お、弾薬ケース、ライフル。よし、いた。足をくじいてしまったではないか。よし、こっちだな。ちょっとレンガさ、あ、ちょっとレンガが落ちちゃった。あれ、なんかところどころさ、赤く光ってるのは何だろう。レンガ、まあ向こうにあるからいいか。多分向こうにもあると思う。ところどころね、なんか赤く光ってるとこが。よし、外に出たな。やっと出られたな。よし、やつの足取りを追うぞ。うん、先急ごう。アレックスを。お前まで付き合わせて。うん、バリ壊せ。何があったのか知りたい。だから一緒に。ここは役目を終えた採掘場のようだな。そのようだな。さあ、こっちに来るんだ、バリー。私から。多分あの人はこの先。あそこにあの人がいたの、思い出した。よし、一旦下に降りて向こうに渡る方法を探そう。お、あそこにあるぞ。さあ、こっちへ来い。お前もシャーって降りろ。必ずオイラの敵を取ってみせる。なんで止まった。それまでこの島から出るわけにはいかないんだ。そうだな。ここに何しに来たんだってことになるから。よいしょ。よし、ここ行ける。バリー壊せ。わかりました。お、ライフルの弾。よし、少ないな、ライフル。お、地図と火薬。火薬、そもそも瓶がないから弾は全部渡しとこうか。お、なんだ。なんだここは。なんだここは。わけがわからん。よし、これ使えないな。ハンドガンの弾と、んー、これぐらいか。お、なんだ。ガキャキャって言ってる。頭か。ライフル、ちょっと隠れないで。違う、しゃがむ方だ。お、そうそう、あ、ちょっ、よし、
ち悪いな、相変わらず。とりあえずライフル、アサルトライフルを装着しておこう。お、あそこにもあるぞ。お、アサルトのライフル、アサルトのライフル、アサルトライフルの弾。もう一丁この上に行きそうだね。グリーンハーブ。上に行くにはあのリフトを使うしかない。見ればわかる、それは。よし、ここか。およし。何もないか。今のは敵は今のところは一人もいないな。今のところはよし。なんか出てきそうな雰囲気だね。瓶がそもそもないから作れないんだよな。ダメージ4、ダメージ1だ、書いとこう。ダメージ1とロングマガジンを入れて、まあこんなところか。よし、ここだな。ここにも行けるぞ。なんかグニョグニョ落としてねえか。これでエンジンがついた。さっきのスイッチはコンベアの電源か。ああ、なんか声が聞こえます。あ、マグナム。あ、ロングマガジン。ひどい光景だな。ひどい光景だ。この発電機が使えそうだな。さあこれを運んで、さあ行ってこい。さあ帰るぞ。おおっ、マグナムのお出番ですな、ここは。あ、違う。とんでもないのが出てきた。やべやべやべ、あいた、外した。やべやべやべ。よし、いいぞいいぞ。お、いいぞいいぞ、ナイスだ。倒したか。逃げた。やれやれ、リフトのところまで運ぶのは骨が折れるな。骨が折れるわ。よし、上にアサルトライフルの弾があるぞ。あれ、ちょっとあそこにいますよ。ちょっと話と違う、ちょっと話と違うよ。なんか言ってることが、まあ、とりあえず上に行く前にあそこに運ぶか。よし、ここか。ここだね。ここに運べば向こうへ繋がってるって感じか。よし、行ってこい。おう、当たりや。ちょっとナタリアで、バリ一緒に来て。あ、一緒に来い。ここでそこにいて
了解だ。ちょっと待て、私が確認してくる。あ、目の前にいます。頭と右足、右太ももか。もう持ってないの？なんか、気づかれてないぞ、もう一人は。こいつは太ももだったよね。よし、新球種、よし、オッケーだ。なんとか気づかれずに運び込めたな。よし、これで動くはずだ。あ、ナタリア。よし、あ、違う、ここか。よし、あ、とりあえず瓶がある、空き瓶がある。これ作って、あ、箱が割れません。ちょっと箱が割れないからレンガが必要だね。よし、もう一度。ここナタリアしか来ないから。ルビー、よし、これで。何その音。ついてこい。こっちだ。ついてこい。すぐ行く。こっちだ。ついてこい。あれ。ここ、あ、そっか。このコンベアはもう使わないんだ。よし。これで運び込める。で、上に、この中に入れるわけか。まあ、どの道言うて、この上に、ここは絶対に開けないといけないもんな、言うて。よし、マグナム。よし、マグナム数少ないから。お、中にいる。こいつはもう燃やしちゃっていいかな。よし、よし、燃えたな。とりあえず開けとこう。お、空き瓶があるぞ、ここにも。これでもう一回作っとくか。ウロボルスには火が、あ、持ってくるの忘れた。あれを持ってこい。よし、これを、これ。お、ちょっと待て、ちょっと待ってくれ。ここにもある。あれ、あ、ちょっとダメージ食らっちゃったか。これを上に持っていく。そうそう、これよ、これ。これをどんどん上まで持っていけば、エレベーターが使えるというわけだな。よし。お、自然とチェックポイントがついた。よし、この上です。来た来た来た。これで、よし、どうすん。
がね、また面倒なんだよ。よし。では今度は上だな。ちょっと待って。そこにいて。了解だ。バリー、そこにいる。今度は私が持ち上げる。お、来た来た来た。こっちだ。あとっす。よし、下ろすぞ。よし。これを運んで、すごいな、ナタリア。こんな重いものを軽々と。よし。あの足だ。燃えろ。燃えるがいい。残念だったな。そこで待ってろ。うん。ついてこい。すぐ行く。あ、ついてくるんだ。お、あそこにアサルトライフルの弾がある。よく行けるか。いや、もともと下のとこだったか。そう、ここで故障か。最悪だ。最悪だな。故障した。おじさんがよじ登る。よし、トパーズ。またチェックポイントが出た。次は上だな。あれ、ちょ、一瞬で見つかったんだけど。ナタリアさん、ちょ、待って待って。違うよ。頭。ちょ、早い。ついてこい。やばい。ついてこい。よし、ナタレとコンビ技を使おう。やべ。ついてこい。どうした。ナタリアも投げろ。投げたか。まだ投げてない。ガードしてる。そこだ。クソ、ガードしてるな。走ろ。ついてこい。あ、ちょっと、そこだ。くそ、大丈夫か。
そこに、あそこに壊せそうな箱。あれ、ちょっと通れない。ルビー、よし。あれ、あ、こっちか。よし、これを運ぼう。よし、運べ。よし、これを置いく。なんかバディの顔がこう、こうやってこう向く。ちょっとこう向いて、あ、違う、こう向いて、開くまでの間遊ぼう。ちょっと待って、あそこ下がって、もうちょっと。バディの顔が、ちょっと待って、もうちょっと遊ぶか。ちょっともうちょっとここで、バディ、バディおじさん、もっと近くなきゃいけないのか。近くでこう、なんか、あ、ボタン押してねえわ、そもそもレバーか。遊んでる場合じゃないな、バリーの顔で。よし、よし、どうするの。どうしようか。先を急ぐぞ、アレックス・ウェスカーを追い詰めてやる。追い詰めるぞ。よし、おお、綺麗だな、綺麗な夕焼けだ。ここには何もないか。どこへ、あれ、次回のリベレーションズ2は、私の姓は誕生の前のためらいだ。とにかくアレックスを追わなければ。ここを行くしかないわけ。あの人はそこにいると思う。この先に全ての元凶が。死ね、ナタリア。クレア、走って走って。実験は成功した。クリアした、 S ランクだ。はい、ということで今回はここまでにさせていただきたいと思います。次回はクリア編をプレイしていきたいと思います。ということで本日はまたな。